岡崎さん、岡崎さん。ああ、なんだ古川。岡崎さん、今日は朝から様子が変です。また変な人に戻ってしまいましたか。変な人なんて言ってるのはお前だけだ。伊吹先生の話です。昨夜電話があって、結婚式は今度の日曜日に決まったそうです。そうか、高村が校長の許可をもらってくれたんだな。いよいよ、ふーちゃんの頑張りが報われる日が来るんですね。はい。透き通る夢を見ていた、柔らかい永遠。風のようなかすかな声が、高い空から僕を呼んでいる。このまま飛び立てばどこにだって行ける。重ねた手と手の中に小さな人が増えてるような気がします。それもただ受け取ってくれないだけじゃなくて、ふーちゃんに気づかないみたいな。それだけじゃない、あの子は忘れられている。気のせいだろ。今日は篠原と一緒じゃないんだな。あいつは無断欠席中だ。智代さん、お久しぶりです。ああ、確か古川渚です。創立社祭でお会いしました。ふーちゃんが彫刻を渡した時に。彫刻？これだよ、これ。智代さん、思い出した。そうか、この子に彫刻をもらったんだな。プレゼントをもらいながらそれを忘れるなんて失礼なことだった。だがおかしいな、なぜ忘れていたんだろう。岡崎さん、今日は随分残ってしまいました。気にするな、こういう日もあるさ。そうです、明日は今日の分まで頑張りましょう。またこれだ。今日は我に帰るの早かったな。今体が警告しました。逃げろ、奴は危険だと。気のせいだろ。気のせいじゃないです。岡崎さん、いつもふーちゃんにいたずらしてました。別な場所に連れて行ったり、篠原さんの頭抱かせたり。やっぱり岡崎さんの仕業だったんですか。プチ最悪です。なんだよ、そのプチ最悪ってのは。最悪というと、岡崎さんは傷つくらしいので、岡崎さん用に作った言葉です。これだったら言われても可愛いと思います。いかがでしたか。最悪という言葉を変えなきゃ意味ないだろう。それは変えられません。変えるならプチの方です。ならプチを己がにしてくれ。己が最悪です。どこが最悪になっちゃってます。ダメか。やっぱり二人とも仲いいです。よう、三井。
ああ、いつかの。すいません、どちら様でしたっけ。どちら様って、風子にもらっただろ、お前も。ほら、これですか。三井さん、受け取ってくださいました。そして、ふーちゃんのお姉さんの結婚をお祝いしてくれるって言いました。すみません、何のことだかちょっと。ふーこだよ、ふーこ。ほら、お前の目の前にいる。この方ですか。そうじゃない、もう一人いるだろう。誰もいませんけど、何かの冗談ですか。失礼します。ふーちゃん。あ、ふーこ。岡崎さん、これは。あいつは忘れられ始めてるんだ。え、容態が変わったからかもしれない。みんなあいつの記憶をなくしてる。もしかしたら存在自体が消えかけているのかも。そんな。なあフコ、気にするなよ。三井のやつ、ちょっと冗談言っただけだよ。でなきゃ何か勘違いしてたんだ。あ、私もそう思います。3年生は受験で忙しいですから。心配するな、俺と古川がついてる。明日は角原だって出てくるだろうし、お前には親衛隊だっているじゃないか。こんなことに負けるなよ、元気出せ。はい、風子頑張ります。我ながら手際が良くなってきたぜ。ヒトデパンも評判がいいんですよ。固定ファンもついたみたいです。マジですか。少なくともフーコには大ヒットです。よかった。じゃあフーコちゃんにはスペシャルヒトデパンを作ってあげますね。あ、本当ですか。フーコ嬉しいです。なぎさ、今日は無口だな。はい、人手作りに熱中してしまって。ごめんください。すいません。お客さんですよ。話しかけんな、今難しいところをやってるんだ。お店の方いるんでしょ。ちょっとほっといていいのかよ。いいんだよ、イルスだ、イルス。秋雄さん、これだけ騒がしかったらイルスは通用しませんよ。しまったー。やっぱり何か違うような。てめえ、ガタガタうるせえんだよ。大変、救急箱、救急箱。さない、俺はもうダメだ。しっかりしてください、秋雄さん。あの、お店には私が行きます。ああ、後のことは頼む、娘よ。ありがとうございました。お前の家族がいつも通りでほっとしたよ。古川。分かってます、すみません、我慢してたんですけど。それからどうなるんでしょう。みんなふーちゃんのことどんどん忘れていってしまうんでしょうか。もしかしたら私や岡崎さんもいつか。そんなことあるわけないだろう。結婚式までもうすぐなんだ。俺たちがふーこを支えてやらなきゃな。そうだ、夢の最後まで。こらー。今度は何の騒ぎだよ。あいつら
好き嫌いが多すぎるから説教してやろうと思ったのよ。小学生じゃあるまいし。だからミサエさんは甘いんだって。食わない奴には問答無用で必殺技、それであいつらも改心するよ。あ、そういうもんかね。あ、そうだミサエさん、これ。ん？何よこれ。前に先生やってた伊吹光子さんが結婚するんだ。その招待状代わりだよ。お前、昨日と今日何やってたんだよ。風子もお前のこと待ってたんだぞ。風子ちゃんか。授業サボっていろいろ調べてみたんだよ。伊吹風子ってこのことをな。なんでそんなこと。日曜日に結婚するのって伊吹って人なんだろ。なら風子ちゃんの名字はやっぱり伊吹だ。磯貝風子ってのは嘘の名前だ。でも伊吹風子は入院中だったら、僕らと一緒にいる子は誰なんだ。伊吹風子の偽物か。偽物だったらそれでいいんだよ。でも違うだろう。だったら風子ちゃんは。岡崎、確かめてきていいか。何を。隣町の病院まで行って伊吹風子の顔を見てこようと思うんだよ。バカ、やめとけ。どうしてさ。入院してる風子を見ちまったら、こいつも風子のことを忘れちまうような気がする。岡崎、お前何か知ってるんだろ、風子ちゃんのこと。言いたくなきゃ無理には聞かないよ。でも僕は確かめなくちゃ気が済まない。あの、これ父さん。あの、これ。あいつ、親衛隊までやってたのに。昨日より通り過ぎる人が増えてるみたいです。おはよう、なぎさちゃん。ついでに岡崎も。おはようって、もう昼休みだぞ。篠原さん、今いらしたんですか。それがおかしなことがあってさ。記憶喪失ってのはあんな気分なのかな。さっき気がついたら隣町の病院から出てくるとこだったんだよ。自分じゃなんでそんなとこ行ったのかさっぱり覚えていないんだ。なんで病院なんかに行ったんだろうな。寝ぼけてぼーっとしてたのかね。篠原、風子の人でいらないか。風子？お前、まだもらってなかっただろう。よかったら、これどうぞ。こら、ごへえ。今日。あんた今日も遅刻ね。また出席日数が足りなくなっても知らないわよ。なんでお前が僕の出席日数気にするんだよ。あんたがサボると、クラス委員やってるうちの妹までとばっちりで先生に注意されるの。ん？何それ。星の彫刻ですか。あんたたちもこんなもの持って何し、お姉ちゃん何か思い出さない。私もそんな気がしてたとか。ふーちゃんです。私たち一緒に授業を受けました。見えないのかよ。ほら、ここにいるだろう。ほら、これと同じものがお前らの家にもあるはずだ。探してくれ、そして思い出してくれ。ダメ、思い出せない。あー、イライラする。お姉ちゃん落ち着いて。ふーちゃん、こうやって関係の薄かったものから忘れていくんだ。いつか俺も。私忘れたくないです。ふーちゃんのこと忘れたら友達じゃなくなってしまいます。学校で一緒に遊んだり一緒にご飯を食べたりしたのに忘れてしまうなんて、そんなの悲しいです。お前は誰よりも風子のそばにいて風子のことを考えてたじゃないか。俺が忘れてもお前は風子を忘れたりしないさ。そうでしょうか。あの、これどうぞ。週末どこ行ってたの。これ旅行、よかったらどうぞ。日光。あの、これどうぞ。もしもし、よっ、お二人さん、飯食いに行かない。一人で行け、こっちは忙しいんだ。
渚ちゃん、こんなやつと二人きりでいてもつまんないだろ。僕と学食で恋について語り合おうよ。あのやめろよ。何イライラしてんだか。なあ、風子ちゃんもなんか言ってやってくれよ。あれ、僕今変なこと言ったよな。人の名前だ。女の子の名前を言ったんだよ。篠原さん、思い出してください。いや、ダメだ、もう思い出せねえ。でもなんかさ、感覚だけは残ってる。なんかそんなやついたなってさ。あの、これなんで僕こんなもの持ってんだろう。なんなんだよこれ。星か、手裏剣か、わかんねえよ。岡崎、渚ちゃん、聞いてくれよ。僕さ、そいつのこと嫌いじゃなかった。そんな気がするよ。ふーちゃんです、篠原さん。ふーこちゃんです。ふーこ、もういい、十分だよ。ありがとうな、篠原。優しい人なんですね。バカだよあいつ。風子が見えてる時は仲良くしようなんてしなかったのに。あの人なら来てくれます、きっと。伊吹先生の結婚式。お前、結婚式にはその格好で出るつもりか。家に行けば他の服もあります。取りに行くわけにもいかないもんな。学校で式を挙げるんですから制服でいいんじゃないでしょうか。それもそうだけど、なんかアクセサリーでも買っていくか。風子、お金ないです。高価なものじゃなけりゃ買ってやるよ。お前誕生日は7月です。お誕生日のプレゼントには少し早いですね。じゃあ最悪ですって二度と言わないと誓った記念日。言い続けます。じゃあ人手を卒業した記念日。一生共に歩み続けます。理由なんかなくていいです。私たちがふーちゃんにプレゼントしたいっていう気持ちだけでいいと思います。そうだな。いやいやしねえ。岡崎さん、とてもとても失礼です。もこんなのお前向きじゃん。お誕生会のセットですね。ふーこ、ふーちゃん、はすみません、思わずそれをかぶっている自分を想像してしまいました。ひょっとしてマジで欲しいのか。欲しくないです。じゃあ行こうぜ。お前子供だよな。頭から離れないです。とても魅惑的なグッズです。岡崎さんも風子たちがいなかったら飛びついてるはずです。飛びつかねえよ。とってもとっても嬉しいです。お前が喜んでるならいいよ。岡崎さん、なんとなく悪い人じゃないような気がしてきました。今の今まで悪い人だと思ってたんだな。今では海牛より好きです。マジ？よっしゃーって全然レベルがわかんないんだけど。海牛結構好きでしたから喜んでください。よかったですね、岡崎さん。今風子の中ではそんなのに挟まれていたくない。岡崎さんは口が悪いだけです。本当は心の温かな人です。古川、お前そんな恥ずかしいことよく堂々と言えるな。恥ずかしいでしょうか。先に行く。あ、岡崎さん、岡崎さん、噴水です。チーズ。ただいま帰りました。あ、どうかしましたか、お父さん。ああ、いや、今お前たちの間に女の子が立ってたような気がしたんだよ。今朝からずっとこうなんだ。なんかえらい大事なもん忘れてるみたいな気がしてよ。間違えてサナエのパンでも食っちまいそうな気分だぜ。こんな時はこれしかに。ガキども相手にかっ飛ばしてくるか。くそ。お父さん、
辛そうです。すっかり忘れたわけじゃないんだ、篠原や京たちも。分かってます。おっさんもお前が好きなんだ、だからあんなに辛そうなんだよ。だったら嬉しいです。お母さん。あの、お帰りなさい、なぎさ、岡崎さん、ふうこちゃん。ただいまです。ただいまです。今日は学校は楽しかったですか？今夜も一緒にお風呂に入りましょうかね、ふうこちゃん。なぎさも一緒に仲良く。お母さん、見えないんです。ふうこちゃんが、私今日病院に行ってきたんです。いぶき先生の結婚の話を聞いて、もしかしたらふうこちゃんはいぶき先生の妹さんじゃないかと思って確かめに。さなえさん、それから私もあきおさんみたいにふうこちゃんのことがだんだん頭から消えていって。まだいるんですよね、ふうこちゃんは。はい、います、ここに。ふうこちゃん、ずっとこの家にいてもいいですからね。あきおさんも私もなぎさもみんなふうこちゃんのことを家族だと思ってます。本当にこんな時が来るんだな。きっともうお父さんもお母さんもふうちゃんのことは。学校にでも行くか、ふうこ。うちには親父がいるし、篠原んとこ連れて行くわけにもいかないし。祭りの夢です。岡崎さんと渚さんに出会ってからは本当にそんな毎日でした。いつも楽しい場所に風子を引っ張って行ってくれて、毎日がお祭りみたいでとても楽しかったです。ありがとうございました、風子。楽しかったです。